バレーボール中華人民共和国女子代表は、バレーボールの国際大会で編成される、中華人民共和国の女子、バレーボールナショナルチームである。バレーボール中国女子代表1953年に、国際バレーボール連盟へ加盟。初めての世界大会は1956年世界選手権で、初出場ながら、オーストリア、オランダ、ドイツなどを破り6位の成績を収めた。 中国はヨーロッパチームの高いトスを両サイドに上げて攻撃するヨーロッパバレーに対し、速いコンビネーションを多用するオリエンタルバレーで対抗して世界のバレー界から注目を集めた。1964年東京五輪での東洋の魔女の活躍は中国に影響を与えた。本格的にチームを強化するために東京五輪の日本代表監督を務めた大松白文を招き、 1965年4月から1ヶ月間指導を受けた。1980年代には、エン・イタミ監督のもと、エースアタッカーのローダイラを中心に、国際大会で多くの結果を残し、1981年から1986年にかけては三大大会で5連覇を達成した。1990年代は、アトランタ五輪。 1998年の世界選手権で銀メダルを獲得したが、1999年のワールドカップバレー1999で日本に敗戦を喫するなど5位に終わり、2000年のシドニー五輪では準々決勝でアメリカに敗れ、メダルにあと一歩手が届かなかった。地元開催が決定した北京五輪を目標に若返りをし、2001年の2001年、 ワールドグランドチャンピオンズカップでロシアやブラジルらを下し初優勝を飾った。2003年のワールドカップバレー2003にて圧倒的な強さで全勝優勝した。2004年アテネオリンピックでは久しぶりに金メダルを獲得した。2005年に入り諸外国が次々と代表の世代交代をしていく中で中国代表はさほどの変化を見せなかった。 それはもともと北京五輪の金メダルを目標として形成された若い代表だったためである。2006年になると17歳のレフトでパワースパイカーの大1バイト196センチメートルの身長を誇るジョウンレイが代表に加わった。2006ワールドグランプリでは決勝に進んだものの5位に終わった。世界選手権2006では一次ラウンドでロシア、 ドイツに敗れ3位で通過することとなり、2次ラウンドでは2日目に、ブラジルと対戦した。2セット取ってから3セット取られて、逆転負けをした。その後もオランダに敗れるなどの波乱があったが、順位決定の決勝ラウンドでは、キューバと日本を倒し5位で大会を終えた。年末のアジア競技大会では、決勝で日本に逆転勝ちし3大会連続6度目の金メダルを獲得した。 しかし、2007年はキャプテンで、セッターの表羊猿が、膝の手術で代表を離れると、新キャプテンには、中速王が就任した。中国国際で優勝、モントルーバレー2007優勝、エリチンハイ優勝と、主力がいないながらも好成績のスタートとなった。同年のワールドグランプリ2007では、予選ラウンドで5勝4敗と8位であったが、開催国のため繰り上がりで進出した。 ネーハで行われた決勝ラウンドでオランダに敗れたがイタリア、ブラジルらを下し準優勝を決めた。直後の第14回アジア選手権は5年ぶりに日本に敗れ同大会で続いていた連覇記録が10で途切れた。なお、ワールドカップには北京五輪の出場権を獲得済みのため不参加だった。2008年地元開催の北京五輪では 初戦でポーランドに解消し予選ラウンドで3勝2敗で決勝トーナメントへと進み準々決勝ではアテネゴリン決勝のロシアとの再現となったそのロシアを3の0で破り準決勝に駒を進めブラジルと対戦したがブラジルの前にストレートで敗戦を喫し大会に連覇はならなかったそれでも3位決定戦でキューバに勝利し銅メダルを確保した 同年10月の第1回アジアカップで北京五輪同メダリストが名を連ねて初代チャンピオンに輝いた。2009年、監督、スタッフが新たに変わり、選手構想も一気に若返った。新キャプテンの義州月、AS の大一倍を中心に、モントルーバレーマスターズ、鳥の国際で3位となった。だが、ワールドグランプリ2009で5位と、メダルに手が届かず、 第15回アジア選手権では、決勝で、タイに1の3で敗れ、女王奪回はならなかった。2010年から監督が変わり、中国国際、モントルーバレーマスターズで優勝と最先の良い、スタートを切った。しかし、ワールドグランプリ2010で4位と、メダルに届かず、世界選手権では1次ラウンドで、トルコ、韓国、ロシアに敗れ2勝3敗と4位通過になった。そこから、 二次ラウンドで持ち直すも9位決定戦で、ポーランドに敗れて10位と低迷した。その結果から、直後の杭州アジア大会には、決勝で韓国を逆転勝ちで下し7度目の優勝を飾った。2011年の中国国際、エリツィンハイでは優勝を果たした。同年のワールドグランプリ2011では、全試合を地元開催した。 しかし決勝ラウンドで全敗し8位と過去最低に終わった。直後の第16回アジア選手権では決勝で日本を3の1で下し2005年大会以来の優勝を飾った。2012年は4月に日本との遠征を行い、AS の大一倍が怪我により不在だった6月のワールドグランプリ2012は決勝ラウンドで一勝のみに終わり5位だった。 さらに同年7から8月のロンドンオリンピックでは、準々決勝で、これまでオリンピックでは無敗だった日本に敗戦を喫し、3大会ぶりにメダルなしに終わった。その後、第3回アジアカップ決勝で、タイにも1の3で敗れ、連覇も2で途絶えてしまった。2013年、かつての中国代表エースとして、ロサンゼルス五輪金メダリストである、ローダイラが監督に就任した。 新首相に選ばれためぐみ弱気、代表デビューを飾った主、らの活躍で、同年8月のワールドグランプリでは、予選ラウンドを全勝で突破すると、最終的には2位に入った。2014年に、イタリアで開催された、世界選手権では準決勝で開催国イタリアに、勝利し決勝に進出したが、アメリカとの決勝では1の3で敗れはしたものの、世界選手権では16年ぶりに、 銀メダルを獲得した。2016年のリオオリンピックでは予選 B ブロック4に通過から巻き返し3大会ぶりの金メダル獲得を果たした。1964年から1980年まで不参加2018年 FIVB バレーボールネーションズリーグに登録されたメンバー。マークはバレーボールで遠道入りのプレイヤー。ありがとうございます。